では次は3曲目、ちょっと今までとロック調とは打って変わっての昭和懐かしいナンバーみたいなオリジナルを作ってきましたので、聴いていってください。幻影です。
まあ、今度は曲もやりながら、秋にはもっと曲数を増やしてね、先ほどナットが作りましたエバーグリーンも含めて、いろいろと曲調を増やしてやっていきますんで、今後ともどうか Facebook、YouTube 見てやっていただいて、またいいなと思っていただけたら、次のライブお越しください。よろしくお願いします。ではここで、メンバー紹介、あと2曲になりましたんで、立て続けにやって終わりますんで、先にメンバー紹介だけしときます。